社会によって構築されゆく自己は、他者という鏡の中に己を見つける。思わぬ言葉を突きつけられ、とっさにもみの君に鏡を返しては見たものの、彼の言葉がどうにも胸をうがつ。アメヤさんだって、ラッチの一員であり、当事者なのに、まるで傍観者です。当事者か。才能の芽を探し出し、手塩にかけて育て、開花した大輪の花を世の中へと送り出す。そこで僕と相手との関係は終焉を迎える。この流れを作ることこそ僕自身の本質であると考えてきた。アメヤさん、君の方から歩み寄ってくるとは珍しいね、根岸君。銃口を向けられた小鹿のような瞳は今日も健在のようだ。言いたいことがあったんで。皆まで言わずとも、君がここに来た理由は分かっている。今まで付き合わせてすまなかったね。は？やめるのだと言いに来たのではないのかね。君の素晴らしい才能を知っている手前、非常に惜しくはあるが、君の心身を削ってまで引き止めるようなことはしないさ。よく言いますよ。今まで散々人をつけ回しておいて。気づかなかったかね。僕はいつでも逃げ道を用意していたはずだが、君はなんだかんだと僕の推挙に付き合ってくれていた。それはあんたが怖かったから。後から何されるか分かったもんじゃないし。僕はだね、根岸君。観察を続ける中で、君も気づいていないような君の心の奥底に、何かを変えたいという片鱗を見ていたのだよ。何かって。自分か、環境か。しかし変わる強さを持つためには、武器が必要なのだ。だから僕は君に武器を与えようと。いいな。君がもともと持っていた鋭い武器をさらに磨き上げようとした。よくわかりませんよ、あんたの言ってることは。それが歌だったのだよ、根岸君。歌？君の歌は人の心を動かす。その人の世界を変える。世間が君の歌声を称賛する。そんな世界を僕はこの目で見たいと思っていたのだが、残念だ。買いかぶりすぎだし。あんた、勘違いしてますよ。俺、辞めたいなんて一言も言ってないですし。俺は文句を言いに来たんです。文句？さっき竹下君と隣さんと宝君が俺のところに大集結しまして、謝られたり励まされたり。俺にそんな気を使う必要ないのにさ。陽キャたちのソーラービームをクソほど浴びまくったせいですかね。俺なりにテンション上がってるんです。どういうことかね。あんた、いつまで観察ごっこやってるつもりなんですか。銃口を向けられた小鹿？それ、アメヤさんの方なんじゃないんですか。ほう。警戒心むき出しの目してますよ、こんな弱小の俺に。傍観者でいるのって、本心バレるのが怖いからなんですか？ああ、
だからいつも回りくどい言い方ばかりしてるんですかね。研ぎ澄まされたジャックナイフのごとき指摘に驚嘆するばかりだよ。なるほど、面白い。ド陰キャのくせに調子こいてる自覚はあります。でも今言わないと一生言わないままだと思うんで言いました。気を悪くしたなら謝ります。オペラ座の地下に住まう亡霊の襟首を君はやすやすと掴んでしまうのだね。は？根岸君、僕は君の歌が好きだ。え？君の歌を聞きたい。な、急に。は？え？仰々しい就職は不要だろう。今の言葉が僕の本心さ。さっきも散々言われてきたんです。歌を歌ってほしい、歌が聞きたいって。まったく、みんな勝手ですよ。人の気も知らないで歌え歌え歌えって。そう簡単に好きなことができるなら苦労しないんだよ。君は歌が好きではないのかね。ああ、もう好きだよ。歌が好きだ。簡単に好きなものを好きって言える人間が羨ましかった。だって否定されるの怖いだろ。俺には歌しかないのに。もうこれで満足かよ。素晴らしい開花だ、根岸君。いやいや、そうじゃないだろ。何一人で済ました顔してるんだよ。どういう意味かね。俺の歌が聞きたいならあんたはどうするんですか。またいつもみたいに遠巻きに見て、君はああでこうでって実況中継するだけですか。そんなの許さないからな。根岸君、一度落ち着く。俺は歌が好きだ。歌いたい。ラッチとして歌で思いを伝えたい。ソロライブもやります。岩の裏に隠れたゾウリムシじゃなくてステージの上に立つ当事者になります。だからあんたもそのオペラ座の地下の亡霊とか言ってないで、とっととステージに上がってこい。根岸君、なんだよ。まったく君という人は灼熱と冷却双方の狭間で息づく劇場に瞠目させられてしまった。は、は？卑屈野郎の誘いには乗らないってそういう意味ですか。根岸君。え？時は来たれり。仮初めを出し共に本物を目指してみようじゃないか。つまりそれってちゃんとしたユニットになろうってことで合ってますか。そう捉えてくれて構わない。また回りくどいこと言って。ま、わけのわからない小難しいことを言うのが雨屋さんなんですかね。わけのわからない小難しいことを言う僕と鬱屈した三分子のような物言いをする君。なかなか面白い組み合わせではないかね。うわ、改めて言われるとなんかヤバそうな二人っていうか。では早速我らの巣窟へ向かうとしようか。え、今からですか。新曲のアイデアが泉のごとく湧き出てきてしまったのだよ。無理強いはしないが。まあ断る理由がないんで。それは頂上。さあ行こうか。
せちからのお知らせ。 JR 東日本は品川開発プロジェクトとして高輪ゲートウェイ駅周辺の街づくりを推進しています。このエリアは江戸時代に高輪大木戸として江戸への玄関口を担ってきた歴史を持つ場所です。開発コンセプトにグローバルゲートウェイを掲げ、100年先の心豊かな暮らしのための実験場となる街を目指します。俺たちのユニットって和がコンセプトでしょ。新曲でも和の良さは大事にしたいんだけど、新しいことにも挑戦してみたいんだよね。高岩殿らしい視点だ。僕は面白いと思うよ。ありがとう、アレンさん。さつきさんは？おや、いない。お、あのお店の前、迎えに行こう。さつきさん、何を見てるの？胡蝶蘭。風に揺れて綺麗だ。今日は風が気持ちいいもんね。お花も嬉しそう。晴天の下で花を愛で、新曲のテーマについて語り合う。まるで外歩きをしながら歌を詠む古の歌人のようだね。さすがアレンさん、例えがかっこいい。俺も昔の歌人みたいに遠い側妙にアイディアをまとめられたらいいんだけどな。ずっとこうやって花を眺めていたい。ごめんね、さつきさん。もうすぐ八夜くんと待ち合わせの時間なんだ。タンポポの人、どうして？テーマの進捗を聞きに来ると言っていたね。約束の刻限までもう少しテーマについて固めておくことにしよう。だね。お、見て見て、ちびっ子たちが手を振ってくれてるよ。おや、嬉しいことだ。花房殿に見とれている子もいるね。みんな、応援ありがとう。気をつけてお出かけしてね。いってらっしゃい。小さなパッセンジャーたち、良い一日を。白金も、九金も玉も、何千に。勝れる宝、小西亀屋も。つい、歌をそらんじてしまった。アレンさん、それって万葉集に収められている山の上のオクラの和歌だよ。どのような宝も子供には遠く及ばないといった意味合いだ。なるほど。ちっちゃい子、かわいいな、大事だなって思う気持ちは今も昔も同じってことだね。時代を超えて思いを共有できるのが古典の醍醐味であろうね。昔の人たちも赤ちゃんのまん丸ほっぺとか元気いっぱいの笑顔を見て胸がキュンとしたんだろうな。きっとそうだろうね。ねえ、あそこ高岩寺の前。お、あ、大ちゃんパイセン、花房パイセン、泉パイセン。八夜くん、ごめんね、お待たせ。全然っす。俺もこれ買ってて、今出てきたところなんで。これって健康のお守り？ですです。じいちゃんとばあちゃんにお土産、あと巣鴨行くんなら和菓子とか買ってこいって家族に頼まれちって。八夜殿は家族思いだね。とても深い絆で結ばれているのだろう。そんなエモな感じでもないっす。俺パシらされてて。エモ？情緒的だなとか趣があるなっていう時に使う言葉だね。なるほど、お菓子の感覚と似ているかもしれない。お菓子？枕草子や
つれづれ草にも登場しているよ。学生時代に習ったはずであるが。ああ、思い出した。お菓子とか、哀れってやつ？うん。言葉は時代によって移ろうもの。八谷殿が使った言葉も定着しつつあるようだが、古来から伝わる美しき言葉も教養として知り、使ってみるのもいい。思い草のよう。思い草？藤原の定家や泉式部の和歌にも出てくる植物だね。現代における一般的な名前は確か南蛮ギセル。キセルってあのキセルのこと？ああ、花がパイプのような形をしているゆえと聞いたことがあるが、合っているかい花房殿？うん、そう。どんな呼び方をしても南蛮ギセルそのものは変わらない。ただ呼びかけるための名前をたくさん知っていると世界は少しずつ広がっていく。さつきさんの考え異種卓一だね。古い言葉も新しい言葉も楽しみめでる度量は備えていたいものだね。時代が移り変われども美しい言葉は美しいのだから。へえ、なんかエモじゃなくてお菓子って感じ。古い言葉も新しい言葉も美しいか。あ、新曲のテーマ日本語の美しさってどう？日本語の美しさ？そう、一つのものを昔の言葉だったり今の言葉だったりいろいろな形で表現できるのって日本語のいいところだと思うんだ。どんな言葉を使うかでその人の考え方や人生まで見えてきたりして。なるほど。昔の言葉も今の言葉もみんな違って美しいんだ。そういうことを俺たちが伝えられたら素敵だと思うな。花のめで方にも通じるところがあってすごくいいね。ああ、僕たちらしい曲になりそうだね。うん、テーマ決定。え、もう決まっちゃったんすか？タンポポの人どうしたの？だってもっとやりたいこととか言い合わなくていいの？やりたいことはテーマが決まった後にみんなですり合わせていけばいいんだよ。僕たちはユニットだろ。めいめい勝手にやりたいことを主張していたらまとまるものもまとまらないからね。調和を大事にすることはフラワーアレンジメントや生け花においても同じ。チームワークが大事ってことだよ。せっかくご縁があって組むことになったユニットだもん。和中共同、心を合わせて協力できたらもっと楽しいよね。心を合わせて協力。どうされた八谷殿？俺ちょっとあいつらと話してきます。行っちゃったね。元気の良いことだ。風に乗って飛んでいく綿毛みたい。彼はどこまで飛び立っていくのだろうね。